皆さんこんにちは、スタントライダーのオガです。前回 DID の工場見学第1弾ということで、チェーンを作っている福田工場にお邪魔してきました。たくさんの機械が淡々と働く姿がとても面白かったですね。前回の動画を見てない方はぜひ見てください。そして今回はリム工場の見学、1本のアルミ材から加工されていく様子を取材してきました。さらには DID さんが作っている意外なものを紹介していきます。それでは DID 工場見学第2弾、ワクワクしながらご覧ください。あ、すごい。あそこすごいですね、あれ。昨日はチェーンを作っていた石川県の加賀市にある福田工場にお邪魔していました。そして今日はリム工場、昨日とは違い同市内にある胆振橋工場に向かいました。それでは早速工場の中を見ていきましょう。あ、着いた。胆振橋工場。そうですね。ということでリム工場に到着。チェーン工場は圧倒的なピタゴラスイッチな機械でめちゃくちゃ面白かったですが、リム工場はどんななのかとても楽しみです。で、これが素材なんですね。そうですね。板材から適切な長さに切って、そしてまあ丸めるという作業を。なるほど。あ、これでもね、この素材自体がすでにリムの形してますね。ちょっとカメラだと分かりづらいんですけど、ちょっと断面見てみましょう。ほら、これが素材の断面なんですよ。なんかもうすでにタイヤがはまりそうな、そんな形してますよね、これね。これがリムになっていくそうです。こんなね、まっすぐな押し出し材が輪っかになるわけですよ。見ていきましょう。もうすでにあそこ、ここリムになっちゃってるじゃないですか。ちょっと近くで見たいです。か、押し出されて、これですね。さっきのまっすぐの素材がここでこうぐるっと丸められてカット。あそこすごいですね。ここまだこのままだと輪っかにはなってないですよね。なってないですよね、切れてるから。これを今から溶融する。はいはい、あそこで溶接してますね。はい。で、ここさっきめちゃくちゃすごい火花がしてましたが、音も迫力ありますね、結構。で、そっか、これ溶接したんで、そうですね。このバリがここ来るんです。すごい。全部出来上がって次の作業に移る。このバリとかをきれいに取っていくっていう作業をこっちで全部行っていくっていう形ですね。一回では全部取り付けますけど、ここは大面とか、こっちは横の面とか、そういうのを順々にやっていく。きれいに天満。ああ、手回って。あ、ここはあれですよ、内側を削るところですよね。内側の全周を削っていく。天満してきれいにしていく。バリが残ってるところを最終的に人の手で仕上げて、これもう絞りとそのニップルが引っかかる穴と、はい、本当の穴開けを同時にするタイプ、穴開け加工されたリムは次に炉に入れられ、熱処理を行うことによって適切な強度に調整されます。側面研磨ラインということは、ここで次リムを削ってますね、中でほら。ただまあより仕上げに近いラインになってる。外側を磨いていくっていう側面研磨っていう形のラインですね。そしてこれがアルマイト処理後、輝くようなブルーやゴールドでとても綺麗に仕上がっています。なんかため息が出る綺麗さでした。そして最後はしっかりと人の目でチェック、こうやって皆さんのもとに出荷されるのでした。された商品がここに並ぶんですね。まずまっすぐの状態ですね。そうですね。でここからハンドルとしての長さを揃える感じになります。熱処理をもう一回最後にするっていう、最後に固く所定のハンドルの硬さが出てるかどうかっていうのを一応ここでもう一回熱処理を最後にするっていう。バーエンドキャップをつけたりとか、クラッチとかのブレーキとかの位置にこう穴を開けるものもあるので、そういったモデルに対応する穴加工を途中でやってる。なるほど。こんな並べてまとめてやってるんですか？そうですね。これ全部まとめてやってますね。ただ筒なんですね。まずもう少し大きい系の穴を開けます。でその上でこのタップってこうねじ切りますっていう加工とかをまじまじしてる。この3つで。なるほどなるほど。こういった上がってきたものを表面を。ブラスト、ショットブラストをかけて加工するんですけど、ちょっとザラザラにして。そうですね。輝きがやっぱり違いますね。違う、全然違う。ちょっとカメラだとどうだ伝わるかな。手前が全然ツヤが。ツヤが全然。そうですね。はい、ということで DID で作っていた意外なものはテーパーハンドルでした。自分も知らなかったんですが、実はハンドルを作っているメーカーだったんですね。主に純正装着のハンドルを製造しているそうです。定番のチェーンに始まり、リム、ハンドルと金属の加工を効率よく作る機械たちに驚きっぱなしの工場見学でした。ということで工場見学の動画はここまで。次回 DID の大石さんにチェーンについてのあれやこれやをたくさん聞いていきます。みんなが何気なく使っているチェーンですが、驚きの内容がたくさん聞けました。それでは次の動画でまたね。